月白明の星に願いをイエイエイ。はい、9月でございます皆様。早いですね。早いです。あっという間ですね、はい、もう見てください、爪がじゃじゃん、ハロウィンモードでございます。9月とか、ね、あれもうなんかあの10月になっておりますけれども、はい、これね、あの実は意味があるんです。これはね、番組のね後半にお届けいたしますので、うん、よろしくお願いいたします、はい、本日も MC を務めさせていただきます、はい、月城明と申します。よろしくお願いいたします。イエイエイ、お願いします。ラジオ、はい、そしてサブ MC の、はい、毎度おなじみ鈴木美恵子です。お願いします。お願いします。イエイエイ、みーちゃん。そして高橋さん。はい、指定型放送流の学士の高橋渉です。今日もよろしくお願いします。お願いします。イエイエイ。そして真ん中に美女がいらっしゃいます。もう今日ね、私ドキドキしているんですけれども、ゲスト様、ヒップのクリエイターの山本沙羅さんです。よろしくお願いいたします。お願いします。こんにちは。すごい、ね、ずっとね、ニヤニヤしてるんです緊張しながらね、ちょっとニヤニヤしてるんですけれども。綺麗なお姉さんが大好きでね。ちょやめてください、ちょっと、ね、初対面なのにあのヒップのクリエイターっていう響きはですね、はい、本当に私あのゲストさんに来ていただくっていうことで初めて聞いた響きなんですけれども、またね、どういうお仕事なのかっていうのを紐解きながら、なんと今日も人となりを配信していきたいということで、このね、美しい山本さんの最近ハマっていること聞けます。皆さんね、最後まで消さないでください。よろしくお願いします。はい、チャンネル登録ね、早速今日のお菓子のコーナー行きたいなと思うんですけど、はい、今日はね、なんとあのいつもいる大きなね体の北条さんが今日はお休みなんでございます。はい、休息しております。休息しております。なんでお休みかっていうとね、はい、彼はですね、かぼちゃの国のデカボチャ君というね、あのお仕事がありますので、今あのかぼちゃになっております、ね。かぼちゃの国に行ってるんです。かぼちゃの国に行っておりますね。何のこっちゃ。というわけで、あの今日は代わりにコンシェルジュなしで。はい。はい、今日のお菓子はあの山本沙羅さんの、はい、おすすめということでですね、茶屋マクロビというこの伊勢丹になんかレストランがあるらしいんですけども、うん、そこであの、販売しているお菓子で、あのもちろんあの通信販売も茶屋マクロビで検索していただくと、通信販売でも買えるという、うん、そのグラノーラ、ね、いろんな種類がありまして、ちょっとこちら見ていただくと分かると思うんですけども、向かって右から、あのこっちですね、右からこれはあのいわゆるプレーンという普通のグラノーラです。干しぶどうとか入ってるんですけども、オートミールとかね、コーンフレークとかいろいろ、あ、これは入ってないか。なんかお腹に良さそうです、ね。で、真ん中がオニオン。これちょっと塩辛い、多分おせんべいタイプなんですけども。あ、美味しそう。美味しそうですね。ちょっと見かけ同じなんですけども、うん、ちょっとお口直しかな。で、こちらがチョコレートでございます。美味しそう。はい。ちょっとこの今日はこの3種類、もっとね、種類があるんですよ。あ、そうなんですね。うん、グラノーラって聞くと、あのフルーツグラノーラとか、牛乳入れてこう食べる機会があるんですけど、今ね、結構流行ってますよね、あの朝ごはんとかにいいって聞いて、一時期食べてたことあったんですけど、朝どころか夜も食べてましたね。おやつ健康にすごくいいみたいなんですけれども、ではこれを、じゃあまずゲスト様から、はい、私から、はい、いただいてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。あの、カメラさんが抜いてね、くださいますので、食レポ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 、あの味だと思いますけど、でも初めてなんだよね。初めてのもありますね。私あのこの茶屋マクロビってお店で、あのレストランなんですね。で、あのマクロビューティックっていうあの食事を出してるレストランなんですけれども、とっても美味しいレストランなんですね。お野菜中心で、でそこであの、まあ、作ってらっしゃるお菓子なんですけれども、まあ、プレーンを好きで食べていたんですけれども、今日はこの2種類、チョコレートとオニオンっていうのがあって、オニオンなんか米粉って書いてありますよね。米粉、ちょっとすごいあの自分が今ワクワクしてる。ここに来て自分がワクワクしてます。ちょっといただかせていただきます。好きなの、好きなの。じゃあちょっと初めてのお味から、チョコレートぜひ見たいと思いますね。いただきます。いい音ですね。うん、いい音。うん。あ、
ごく優しい感じですね。チョコレートって言っても、あのカカオのココアっぽい感じがすごいする感じで、素材の味ってことですか。そうですね、甘ったるくないし、うんうん、ちょっとお子様にもいい感じですね。オニオンだった。オニオン、うん、ではね、これちょっとやばい組み合わせじゃないですかね。この組み合わせですかね。しょっぱい、あの甘い、お茶、お茶もね、お茶も、皆さんお茶をね用意しながらこう食べてください。ね、ちょっと乾きもんですからね、これね。多分酵母が止まらない、止まらない、止まらない系じゃないかなと。ちょっとオニオンいただかせていただきます。やっぱりいい音ですね、うんうんうん、玉ねぎ感ありますね、うん、香りがやっぱりきますね、うんうん。でもあの玉ねぎのこうツンとした感じとか全然なくて、あの美味しい、優しい味です、うん。あ、ちょっとこれビール欲しいですかね。これダメだ、これあの終わった後に飲みに行っちゃうやつ、うん、ですね。これは普通のノーマルですね。あのレーズンとかがちょっと入ってるのが見えると思うんです。でこれもとってもこれがあの、まあ、ノーマルなんで、とても多分ね、これが一番人気商品じゃないかなと思うんですけど、うん、これあの止まらないんですよ、これだけを。いい音ですね。食欲がそそられる。うん、うんうんうん、やっぱりこれ美味しいな。一番これ美味しいですね。やっぱりおすすめで、うん、激推しなんですね。激推しですね。うん、はあ、すごい。え、そのお店っていうのは、うんうん、もう体にマクロビオティクっていうのは体にいいものを出すっていうお店なんですか？そうですね、あのマクロビオティクっていうことに私はすごい語れるほど詳しくないんですけれども、うん、私がマクロビオティクに初めて出会ったのは、あの出産をした後なんですよ。で出産した後にあの助産院で出産したんで、そこで出してくれた食事がマクロビオティックの食事だったんですけれども、うん、だからお野菜でバターとか使ってなくて、うん、あの甘みもあの天然の甘み、白砂糖ではなく精製したものではなくって、あの天才糖とかあのそういうこう茶色っぽいやつ、砂糖みたいなのありますよね。ああいうのを使ってあのお料理をしてある。であのだから、ね、グラタンが出てきたんですけど、うん、バターも使ってないし、うん、乳製品も使ってないけどグラタンなんですよ。へ、なんか乳製品、産後に乳製品を使わないってなんだかあんまり乳が出てこないでも面白いよね、うん、大豆が入ってたのかもしれないですね、豆乳とか、うんうん、もう大豆がもうタンパク質として使われているんですよね、お料理、うん、すごい美味しくて豆乳を使ったりはするんですよね。牛乳は使わないけど豆乳は使う、うんね、刺激が少ないものを体に取り入れるっていう感じなんですね。そうですね、穏やかな感じで、そうだと思います。植物性、牛乳を飲めなくても豆乳を飲める方いらっしゃるので、牛乳飲むとお腹痛くなる方ってやっぱりいらっしゃるみたいなんですよ。なのであの豆乳、私どっちもいけるんですけれども、豆乳すごく好きで、うん、もしかしたらそこあのすごく好きになっちゃうかもしれない予感が今もうすでにドキドキしてますけれども、うん、そんなあのじゃ あ僕じゃあ高橋さんも、高橋さん、マクロビオティックは高橋さんしたことは、その食べたことはありますか？ないです。野菜はあの食べなきゃいけない体になってしまったんだけども、じゃあとてもいいと思いますね、うん、ちょっとじゃあのこのプレーンですか？プレーンですね、はい、いい音うん、もうあのすごいこれね、見かけね、なんかあのげんこつのような硬いのかなと思ったら、全然柔らかい。あ、本当ですか？うん、なんかこう噛めば噛むほど素材の味が染み出してくる感じがありますよね。そこが楽しいかもしれないです。いいですね、うん、あの噛まないで飲んじゃうお子さんとかにいいかもしれないですね。そう、よく噛んで食べると美味しいよって、ね、甘みが出るよっていう、うん、これはいいわ、うん、本当あのすぐ飲み込まないでちょっとこう、まあ、時間があのかかるんで、時間をあの後がそうあれしてる人はちょっとあれかもしれないけど、あのゆっくり噛むっていいって言うじゃないですか、うん、そうですね、あの嫌でもそうなる、うん、ざるを得ない感じですよね、多分ね、噛むことを教えるという。あ、チョコレート、うん、チョコレート見てちょっとあのこういうお菓子ありますよね、なんか可愛らしいお菓子、ね、こういうですよ、ね、
チョコフレーク的な。チョコフレークね、うん、こういうのある。近いね。全然違う。え、全然違います。うん、食感はそうだけど、なんていうのかな。でもやっぱりね、チョコフレークはやっぱちょっと 甘さをこう重視してる感じだけど、これはもう、カカオ。チョコレートというよりは、カカオの。大人の、うん、味がするってことですね。うん、子供も食べやすいかもしれないけど、違うっていうふうに言われちゃうかもしれない。これも2じゃないとわ、うん、からない。うん、いきますか、オニオン。オニオン。オニオンすごい気になってるんですね。オニオン美味しそう。あ、入れた瞬間からこれ甘くないなと分かる。そうですね。あ、でもひよっからくん、あ、うん、いい、これはいい。口直しでいい。なんかね。オニオンスープみたいな味。あ、美味しそう。美味しそう。オニオンスープって感じだね、うん。食べるオニオンスープみたいな感じ。うん、素敵。あ、じゃあみーちゃんも食べましょう。いいんですかね。はい。いいんですかね。さっきからね、ジュルジュル言ってますのでね、みーちゃんね。いいんですかね。まずどれからいただきますか。そうですね。あのね、一番気になってるのはやっぱオニオンなんですけど、うん、これ塩辛いの先食べちゃうと甘い甘いって続くんで。チョコから行こうかなと。チョコから、はい。で、その後、これ食べて、みたいな。で、プレーンで、みたいな。はい。そういう計画がね。やっぱりね、ちょっとね、見た目がチョコのね、フレークっぽいですね。香ばしいです。香りもいい感じ、うんうん。いただきます。いい音ですね。いい音だね。うん、ない音してますね。硬いですか？そんなに硬くない、うん。あの、ほろほろ崩れる感じですね。うん、素敵、うん。素敵ですよ。歯が弱い方でも本当な、あんまりなんかチョコレートチョコレートしてない。香りは、うん、しっかりするんだけど、うん、え、不思議。なんか噛んでるとこうじわっとなんか旨味が出てくる感じですよね。あのあれですよ、きっと カカオの 90% とか、めっちゃ食力向いてないです。 70% なんか高いカカオの、うん、あのチョコレートを食べてるような感じ。本当に苦味もないんですけど、うん、苦くないんです。すごいすごい甘さを抑えられてる感じです。これはでもね、本当に止まんないっていうのが分かる。うん、あ、めっちゃいい匂いします。めっちゃいい匂いする。いただきます。匂いをちょっと後で取っとこう。どうですか、なんですか今の反応。うんってなりましたね。でしょ電気が走りましたね。おいしい。好きですか。おいしい、うん、もうこの後ビールちゃう。いや飲めない。あ、飲めない。これだけ飲めないんですけど、欲しくなりますね。へえ、うん、あー、おいしい。でも米粉だからって感じが特にあるわけでもない。そうね、うん、あんまりパサついてもなくっていう感じ、うんうん、そうですよ、ね、米粉っていうよりは。なんかあれですね、他のと比べると若干粒が小さめですね。ああ、そうですね。なんか今気づいた。うん、しちゃう。じゃあプレーンをいただきます。一番人気の。あ、人気。うん、ほんのりなんかあのシナモンの香りがします。ああ、うん、シナモンね、でもあの苦手だってすずめちゃん言ってたんですけれども、シナモン苦手でも大丈夫かな、食べれるかな。ああ。全然大丈夫。うんうん、こんぐらいの全然食べれますね。ね、ぜひシナモンダメな方もね、食べていただきたい。うんうん、全然きつくないし。どうです、素材出てきました、もぐもぐすると。ナッツが美味しいですね。ナッツ、ね、ナッツ入ってるんだよ。全てにナッツが入ってる。香りがいいですよね、ナッツね、入ってると。もうすごい美味しいございます。美味しかったですか、うん、じゃあちょっと私もね、いただいてみようと思うんですけど、ね、じゃあ私は逆にね、このプレーンからいただこうかなと思います。ちょっとね、すごくね、ゴロゴロしていて、なんか硬そうなんですけれども、こういう感じの見た目でございます。すごくね、あの中にいろんなのが詰まってるなっていうのがすごくわかるんですけど、これ私ね、私実は歯がそんなに強くない、歯と爪がね、そんなに強くないんですけれども、さてどうなるかなっていうのね、いただきます。全然平気だと。うん、いい音が。噛めるぞ。噛めるぞ、まずそこだ。そこまず難関を乗り越えた。ちょっとだけシナモンがふわーって、うんうん、そうですね、ちょっとだけこう感じが来る感じ。いいですね、リラックス、すごいリラックスします。そうね、ほっとしますよね。ほっとしますね。きついシナモンじゃなくて、うん、あのちょっとした
ふわってね、うんうん、そうそう全然食べれます。なんだろうこれ、ナッツ、あ、かぼちゃの種みたいなの入ってますか。あ、入ってるかな。かぼちゃの種、何入ってるかな、というかね、ナッツかな。いや、入ってないな。なんだろう、今の食感、ね、一応ね、オートミールとメープルシロップ、小麦粉、はい、リンゴ果汁、菜種油、はい、麦芽水飴っていうのかな、あのそれから レーズン、アーモンド、くるみ、くるみだ、くるみだね、うん、くるみの香りがバーって、なんだろうこれっていう。あと食感がバラバラなんですよ、中に入ってるの全部食感バラバラなので、噛めば噛むほど面白い。ピーカンナッツっていうのが入ってて、あ、なんか聞いたことある。オレンジとレモンの皮が入ってます。あ、だからかな、なんか、うん、あのカリカリって言ったりこうふにゃって言ったりするんですよ、うん、で噛めば噛むほど違う香りになっていくんですよ ねあれさっきシナモンだったのに、あれ何の匂いだろうみたいな、すごいです。これは一番人気なの、うなずけます ねちょっと口の中今くるみです。くるみ、ちょっとくるみ。これはもっと時間があったらずっともっと噛んでたいでちょっと牛乳とか入れて噛んでたい感じの、そう、ね、うんうん、すごい美味しいです。美味しい、これは美味しい。ちょっとじゃ あのチョコレートね、いただいてみようかと思います。チョコレート、この甘さ、全体的に甘さが控えめな感じが、あのこういうねお菓子あると思うんですけれども、はい、私ね、あのチョコフレークをこう固めたやつが大好きで、ちょっとそれに似てるなと思ったんですけど、多分ね食べたら全然違うんだろうなと思います。いただきます。いい音。柔らかい、結構見た目ゴリゴリなんですけれども、うん、あ、うん、カカオですねみんなカカオ感がね、感じて、鼻にカカオと穀物のこの、あの柔らかい匂いがブワーって抜ける、うん、チョコレートっていうよりかはカカオですね、うん、なんかこれは止まらなくなるやつです、うん、あのテレビ見ながらこう食べてると一瞬でなくなるやつですこれってでもそんなにあの人工の甘味料とか入ってないんで、そうですね、いっぱい食べても大丈夫な感じなんですね。大丈夫だと思います。あの食物繊維がすごい取れるんじゃないかなと思うんですね、うん、なんかだから糖尿病予防とか、あの先にあの食物繊維取ったらいいって。そう、うん、砂糖一切入ってないからね。そうなんですよね。あのメープルシロップだから、うん、あの自然の甘味を使ってるんで、うん、あのギャバとかがいっぱい入ってそうな、うん、麦が入ってるので、うん、そういう天然のリラックス成分というんですかね、そういうのが取れそうな感じですね、うん、そうですね。なんか今もうすでにちょっとリラックスしちゃってて、これ AOC に務まるのかどうか分かんない感じになっちゃってるんですけれども、ラストのね最後、あの皆さんビールが飲みたくなるこれオニオンを、はい、いただきたいと思います。見た目はちょっとプレーンよりもちっちゃめのこのぐらいのサイズでございます。食べやすそうですね。そう、一番食べやすいかもしれないですね。いただきます。あ口に入れた瞬間オニオンですね。あ、全然違う味が。そうですよね。この2つとまたね。うわー、美味しいです。全然2つ本当に。これはどなたかビール持ってます。どなたかちょっとビール持ってませんか。終わった後にフラッと駅前の飲み屋で。でもこれを食べながらやっておじさんみたいな。フラットフラットフラット入っちゃうの、すいませんっつってでもね、これはビールを飲みながら、例えば女子会とかでお酒を飲みながらでも、うん、おつまみって結構太っちゃうから嫌だっていう女の子とかいるじゃないですか、うん、これだったらすごいヘルシーなので。そうですね、体にいいですね。いいですよ、飲み会とかでも全然おすすめです、うん、ちょっとだけなんか多分すごい味の気のせいだと思うんですけど、うん、ちょっとだけオニオンの奥になんとなくチーズみたいな風味があるんですよ。濃厚なんですよ、うん、小粒なんですけれども、これでね多分ビール 1,2 杯はいけると思いますので、皆さんにおすすめでございますもう一度あのお店のお名前を教えていただけますでしょうか。お店の名前は、はい、茶屋まくろびでいいのか、茶屋なのか、ね、茶屋まくろび、うん、茶屋まくろびという、まくろびックとは書いてありますけど、茶屋まくろびで、検索すると出てきます、うん、
伊勢丹にはあのレストランがあるんですけども、まあ、これ作っているところは神奈川県の三浦っていうところですね。葉山で作ってますね。葉山にあるレストランで、うん、ラマーレード茶屋っていう、うん、あのお店があったり、うん、日陰茶屋っていうお店が、あの、まあ、前身だ、前身っていうかそこからまあ流れがあるらしいですね。それで、うん、あの多分葉山。いや本当これいいわ。これあの本当 お土産で持ってったりとか絶対喜ばれますね。あのいい意味で期待、うん、あの期待っていうかあのいい意味であの予想を裏切られますこれ。そうですね、うん、食べると分かるみたい、うんうん、あインターネットでの注文というのは どちらで、これはああの楽天でもあります。あ楽天で買える、すごい、うん、楽天にも加盟されてますんでね。あのとりあえず茶屋マクロビのグラノーラっていうふうに、はい、あの入れていただけるとあの、まあAmazon とかあの楽天とかでボーッと出てきますから。あ、Amazon でも、ね、うん、すごいですね。皆さんあの心もね体もね健康に、ね、なっていただこうという1時間でございますのでね皆さんこの後この後が本番でございます、うん、はい、あそれはそうと、あの今日は9月3日でございます。あ、はい、あの9月3日何の日だった？9月3日、はい、今日は何の日、今日は何の日、今日は何の日でしょうか。何でしょう、はい、私の娘の誕生日、そういうわけじゃないですけど。おめでとうございます。はい、ます、いやそういうわけじゃないです。昨日ね、あの、そうなんです、私の誕生日。ね、1日以外なんですよね。おめでとうございます。すごくね、今日は運命を、はい、なんとドラえもんの誕生日でございます。ドラえもん、あそうなんですか。そうなんですよ。1999年だったかな。知らなかった。ね、あと100年。またあのお菓子続きではありますが、これはまあ別にあの後で皆さんにお持ち帰りいただきますけど、あ2112年だ、2112年9月3日というね、あらあの100年後です、刻印があのされておりますので未来の、これしばらくまだ売ってるそうなんで、かわいい未来を生きる、はい、これじゃあ特別なあれですか、かわいいお誕生日仕様な、あ2121の9月3日で、ですね、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ドラえもんおめでとうございます。かわいい、そうなんですか。ドラちゃんだったとは、一日違いだったとは。そうですね。ちっちゃい頃からね、よく見てましたけれども。もうね、永遠のね、子供たちの楽しい。そうですね。いまだにやっぱりなんか、そのアニメの話とか、あんまりその周りが、ね、ポケモンとか若い世代は言うんですけれども、私たちはドラえもんとかそういう世代なので。ドラえもんですね。ドラえもんとかの世代なので、そうですね、そのよくね、お世話になってます、ドラえもんの会話でね。ドラえもんだったら若い子についていけるので。この世代はね、大山信代さんのね。そうです、そうです。私が大山さんの世代でございます。はい。というわけでね、満を持して、はい、ゲストさんとトークのコーナーに参りたいと思います。イエイエイエイ、よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。お待たせいたしました。はい、改めまして。本日のゲスト様はヒプノクリエイターの山本沙羅さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。プーなんですね。はい、ヒプノ、パピプペポのプーなんですね。そうですね。可愛い感じの、あの音の響きがすごい可愛い感じなんですけれども、そうですね、ヒプノクリエイターっていうのはどういったお仕事なんですか？そうですね。分かりやすく言うと、催眠療法をする人です。苦手の克服とかそういう、そうですね、はい、そうなんですね、うん、あじゃああれなんですね、誰にでもあるそのトラウマとかそういうその心のに抱えている何かを癒すというか、うん、ヒーラー的なヒーリングをされる、ね、あはい、そうなんですね、すごい、そうなんです、そのヒプノっていうのが、はい、あのちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、はい、ヒプノセラピーって言ったりするんですね。でヒプノっていうのがあの、まあ、眠りっていうようなこう意味があって、でギリシャの神様にヒプノスっていう神様、眠りの神様がいらっしゃって、そこから名前を取ったらしいんですね。で、まあ、なんで眠りっていうかっていうと、あのその催眠療法を昔からやってるその姿が寝てるみたいな感じに見えるからだと思うんですけれども、でも寝てるわけでは決してないんです、催眠って。なので、まあ、ヒプノスカウトってヒプノでヒプノセラピー、セラピーは療法っていう意味ですよね、心のこととかをこうケアしてよくしていくっていうようなことですね、うんうん、すごい、やっぱりどういったお客様が
んですか、苦手を克服したいっていう方が多いっていうことですか。そうですね、そういう方もいらっしゃいますし、あとこうなんか職場でこううまくあの周りとやっていけないこういう悩みがあるとか、あのまあ恋愛、私結構恋愛関係のことをやっているんですけれども、あの恋愛であのなんかいつも彼とうまくいかないパターンなんですとか、そういう方もいらっしゃいます。あ、じゃあもう本当にあの様々なというか、もう重大なあの苦手を抱えてしまっている方もいらっしゃれば、うん、本当にあの相談をしにっていう方も、うん、若い方とかも相談しに来るっていうようなところで働いてらっしゃるということですよね。そうですね、はい、あのちなみにこのヒプノクリエイターさんになる前ってちらっと演劇もやってらっしゃったって私聞いてるんですけれども、 そうです、はい、そこからヒプノクリエイターさんになるっていうこの過程って、演劇とそのセラピーって、うん、そうですよね、なんか全然違うような感じがしますよね、はい、あのそうですけど、そうです、ね、私あのこうセラピーとかのことを学ぶ前は、はい、大学がそもそも演劇の大学だったんですね、あの東邦学園大学、あの今ちょっと名前変わってるんですけれども、あの芸術学部演劇専攻みたいな感じ、うん、演劇専攻だったんです、はい、すごい、もう本格的にじゃあもうそういう世界に行くっていう夢を持って、そうですね、すごい、子供の頃からお芝居はあの見るのもやるのも好きだったんですけれども、うん、でまあちゃんとやろうと思って大学に入って勉強して、はい、で大学出てからあの、まあ、仲間と一緒に劇団を作って、はい、あの活動していたような感じですね、うん、すごいですね、アクティブにもガツガツやってらっしゃったんですね、うん、そうですね、高校時代ね、オペラやってたもんね、あ、そうですね、あ、ね、そう、オペラ講座、先輩講座だったんですよ、オペラすごいですね、本格的ですね、本当にフィガロの結婚からやったんだよね、で僕、伯爵やったんだけど、そうそう、あ、そうなんだ、どう見てもオペラ座の怪人しかならない、いやいやいや、そんなことないです、迫力ありましたそう、高校の先輩なんですね、あの高橋さんが、それであのちょっとねおかしな高校だったんであのとってもカリキュラムが面白くてですね、講座っていう授業があったんですね、で講座っていうのはあの学年1、2、3年生までを全部ぶち抜きで一つ の、 あの授業をやるんです、いろんな講座があるんですよ、なんか自動車講座とか、なんかあの私はオペラ講座とか、なんかいろいろありましたよね、いろいろあったね、面白い、先輩となんか人の人のことを覚えてできる感じの、すごいです、え、じゃあそこで一緒にあの学んでいて、でお二人で演劇っていうのをやったことは、演劇はなかった、あのオペラだけだった、それもあの、うん、あのその講座の一環で発表会、なんかあれは明細かなんかでやったのかな、そうですね、明星祭で、はい、発表しました、ね、いい学校ですね、そういうその3年なかなか上級生とお話しする機会って普通ないじゃないですか、ないですよね、うん、でそうです、大きいとこだとね知らないじゃないですか、そこの同じ例えばあの1年生で3年生でとか1年生で2年生でっていたとしても、うん、あ、そうだったっけっていうのが多分多いと思うんですけど、うん、ここで、あ、そう、先輩だったんで、あの仲良かったんでっていうので、うん、こういうつながりでっていうのすごく新鮮というか、いい学校だなと私は思うんですけれども、そうですね、まあ、だから久しぶりに会うとすごく、あ、懐かしいねって感じで、まあ、今回僕らも35年ぶりぐらいで会ってるんだけど、すごい、すごい、そう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 、久しぶり感あんまり実はないみたいな、フェイスブックマジックじゃないけどねいや、え、もうちょっとした同窓会ですよね、そしたら、うん、そう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 、だからなんか明星だけど、まあ、あの学校の名出しちゃうとあれだけど、あとうちの学校だけの、まあ、そのグループっていうのもあって、素敵ですね、うん、すごいわ、ね、だからあの卒業してから、あ、こんな人もいたんだって、なんかつながった人もいるし、あ、そうですね、うん、面白い、演劇をその後されて見に行かれたとか特にそんなことあったんですか？あ、卒業してからは全然知らず、うん、でもあの芸大の法学に入られたらしいよっていう噂は聞いていて、あ、みたいなそんなに驚くな、そんなに驚くせいかもしれないですけど、本当に、うん、あのそちらの 法学というか、まあ、のうちの方ということも知らないし、あ、そっかそっか、そうだったんですね、はい、もう、だからあの私はもうその時はあの
大学、演劇の大学に入ってたので、うん、知らなかったと思って、うん、もっといろいろ聞いとけばと思ったんですけどね。すごい。ちなみにその演劇をご自身でされていて、うん、苦労した点とかって、あの大先輩として、私あの今劇団の座長させていただいてるんですけれども、すごいですね、あのお聞きしたいなっていうのがありまして、うん、どういった点に苦労されましたか？苦労したことですかね、あの いろいろありますけれども、あの私はあの新しく入ってきた後輩の人と、あの前からずっといる人が、あのなるべくみんなが仲良くなれたらいいと思っていたんですけれども、はい、どうしてもそこにちょっと壁ができちゃうような感じがあって、それをなんとかこう風通しを良くするのは苦労したところの一つですね。あ、確かにそうですね、うん、なんか新しい子は新しい子で、前の人は前の人でってなっちゃいますもんね。そうなんですよね。でやっぱりあのね、あの上の人たちと交流がないと、ちょっと悪口とか言っちゃったりとか、そういうのがお互いにできてきちゃうと、ちょっとこう劇団としての集まりもなくなってきちゃいますか。そういうのがちょっと気になったのはあったかな。なるべくあのその情報を行き来できるように、うん、あのこっちでもあのしゃべり、あっちでもしゃべりしてみたいな私役みたいなことは、はい、してたつもりですけどね。いや、一番そういうの大事ですよ。橋渡ししてくれる人がもう一人でもいたら、うん、やっぱりあの上の人もなんか伝えたいことがあったと思うしっていう、上ってなんとなくもうみんなのお母さんとかお父さんじゃないですか。そうですね。だからあの何を考えてるのか知りたいなっていうのが一番だと思うんですよ。私も一番なので、それがで良くしていきたいっていうか、活動しやすくしていってあげたいなっていうのもあるんですけど、なかなかその交流する機会がなかったりだとか、あ、ちょっとここ入れないかなって、こう上も気を使っちゃう時ってきっとあると思うんです。今ちょっと私行っちゃうとまずいかなみたいな時って私も結構多いので、なんか橋渡ししてくれる方がいるとすごく嬉しいですよね。あの後輩さんも多分怖くて来ないと思うし、上は上でなんか入っちゃうと悪いかなっていうのもあると思うんですよね。それでなんか壁ができてギスギスしちゃって、なんか喧嘩になっちゃうのっていうのもすごく嫌ですよね。そうなんですよね。ちょっとしたコミュニケーションであの解けるものだなって思っていたんですけども、でやっぱりあの劇団にこう集まってくる人たち、まあ、役者として集まってくる、スタッフとして集まってくる、お手伝いとして集まってくるっていう方がすごく増えてきて、もうちょっとあの無理かなっていう、私の手では無理かなっていう感じに、ちょっとあの全員は把握できないかな、そう、把握できないぐらいあの出入りが大きくなって、でそういう時に何だろう、やっぱり劇団が大きくなる時なんだろうなと思うんですけども、うまくその波に乗って劇団の中こうシステムをちゃんと作っていければよかったんだろうなって思うんですけど、まあ、ちょっとそこはもううまくいかなかった感じでしたね。あ、そうだったんですね。はい。出入り、特に客員さんとかいらっしゃると出入りも結構激しくなってくると思うので、うん、 そこでも座長とかトップもそっちに入ろうともこう努力もするべきだと思うんですけれども、うん、なかなかその空気を読まなきゃいけないっていうあれもあるんで難しいんですけれども、うん、確かに。いや、ただやっぱりあの人が集まってくれるっていうのはでもそれでもありがたいことですよね。その劇団を信頼してくれてるっていうことなので。そうですね。ね、以前、ね、ゲストに出ていただいた上条さん、まあ、同期さん、そうなんですよね、私同じクラスだった、そうなんです、あ、そうなんですよ、同じクラスだったもん、ね、言ってたけど、あんまり劇団でもうどんどん入れちゃうと結局意見がまとまらないって言って、だから少ない方がいいんですよって言われてくれたから、うん、だから、ね、あんまりあの多いともう本当収拾つかなくなっちゃう、うん、本当に好きっていう人だけこうやっぱりファミリーの中にっていうのが一番かなとも思うんですけれども、でもそうも言ってられないですよね。そうですね。で、こうやっぱり人が集まってくるっていうのはエネルギーが高いから、そこにこう人が集まってくるわけなんですけど、やっぱりいろんな人がいるんですが、私すごく思ったのが、やっぱり心にちょっとこう問題を抱えてる人とか、そういう方が
いるなって思っていて、確かに表現される方ってやっぱりその自分を傷つけながら表現されてる方もいらっしゃるし、どん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 やるたびにお客様にこう喜びを与えるたびにどんどんご自身が削れていくっていう方も結構いらっしゃるんです。意外とそういらっしゃるんですよね。一緒に喜んでくれたら嬉しいじゃなくて、そのためにお客様のためにためにってやってしまう方が意外と私も周りにいるなって思っていて、私なんか本当にその方のスタンスなので特に何も言えずに、ただただそのできるだけ長く本当に一緒にやりたいなと、私はやっぱ好きな方なので一緒にやってるので思うんですけど、いつかを考えると壊れちゃうんじゃないかっていうのを考えるとすごく怖いというか、嫌だなってやっぱり思っちゃうんですよね。長く長持ちしてほしいって言ったらおかしいですけど一緒にもっと長くやろうよって思っちゃうんですよね。そう、壊れちゃう人もいるじゃないですか実際。そうです、実際いらっしゃいます、はい、で観客として見に来てくださる方の中にも、はい、やっぱり心に問題を抱えている方が多い、やってる方にも多い、はい、多いんじゃんと思って、はい、これって何だろう、どうしてなんだろうって、私何にもそういうことに対して分からなかったので、ずっとその疑問は持ったままだったんですね。で、劇団が解散を、するような形になったんですけれども、はい、でその時に私離婚もしたんですね。1回目の離婚、1回目、まだ2回目は離婚してない1回目の離婚もして、それは結構衝撃ですね。そうですね、バラバラにファミリーがなって、しかもプライベートでも大変なことがあってってなると結構きますよね。結構きますよね。やっぱり何もかもを若い時のエネルギーを全てをこう注ぎ込んでいたことが壊れてしまう、なくなってしまうというのはものすごい喪失感で、私なんで生きてるんだろうになっちゃうんですよね。でもう私なんかね、寝ててね、天井のこのマスとか見ててね、なんか私って今何をしてるんだろう、生きてるのか死んでるのか分かんないみたいな、そんな感じになっちゃって、で心がやっぱりうつ状態っていうんですかね、になっちゃったんですよね。で心身症的な症状って人に会うと息ができなくなってくるとか、ご飯をあんま食べられなくなるとか、朝起きて着替えられないとか、そういう症状がいろいろ出てきてしまって、とてもちょっと離婚してから実家に引きこもりみたいな形になってたんですね。でちょっとお芝居はとてもできる状態じゃなかったので、エネルギーがねいりますので、ね、全然できなかったんですけど、そんな時にこれは一体何だろう、なんで私はこうなってしまったんだろうってことをずっと考えてたんですよ。で本読んだりとかして、で自分もカウンセリングを受けたりとかしているうちに、ヒプノセラピーっていうセラピーにたどり着いて、自分が受けたんですね、まずは。そうなんですね。催眠療法で、なんだろうね、女性の雑誌に載ってたの、催眠療法とか書いてあって、心の中の自分だけの答えが分かるみたいに書いてあって、でいろんなものを見たり聞いたり、いろんな人の話を聞いたりしてて、だいぶ状態が良くはなっていたんですけれども、でもやっぱりなんで私はこうだったんだろうっていうガツンとしたものがどうしても最後に欲しかったんですよね。でそれは自分の心の中にしか答えはないなって思ったんです、それを読んだ時に。で受けに行こうって思って、で受けに行ったら、3回ぐらいその催眠をやってもらったんですよね。そしたらね、なんだか分かんないけど楽になっちゃったんです、気持ちがもう落ち着いて。そうですね、なんだか分かんない。で出たんですね、きっと心の中でこれだっていうのがきっと出てるってことなんですね。そうですね、すごいですね。そう、何かが変わったんですよね、心の中のね。ちなみに今っていうのは、例えばお芝居を見るとか好きなハマってることとか何かあったりとかするんですか？あ、今ですか？全然違う趣味とか持ってらっしゃるんですか今って？あ、お芝居とかじゃなくて、芝居とかじゃなくて、はい、違う趣味、はい、なんか趣味ね、趣味とかハマってること全然ないんだよ私ね。趣味だから、なんか人の心のこととかを、はい、
勉強したりするのが趣味ですってあだからもう趣味がそのワーカーボリック一緒のタイプですね私がなんかちょっと同じタイプのような気が趣味が何でしょう演劇のこととかお芝居のことを調べるの大好きだとかなんですけれども、そうもう本当に団員からワーカーホリックで頭がおかしいってよく言われて楽しいと思ってるもんね、そうですね楽しくてやってるのでそうですね、あと暑苦しいってよく言われるだけど次から次から知りたいこととか出てくるんですか、そうなんです、ね、そうするとねやっぱね、うん、そっち他のことほっといてそっちにやっぱり行っちゃうってことは好きなんだろうなとは思いますね、うん、だからなんか今すごいキラキラされてる急にお菓子のところから急にこうテンションがねそうなんです、お会いした時からなんかすごいキラキラされた方だなと思っていて、好きなことされてて笑顔とかがすごいキャーってしてていや、やっぱり好きなことしてるのは悪くないんだなって今、うん、自分も今うんってうんってなりました、なんか一瞬で癒していただいた感じがしたんですけど今知らない間に今セラピーを受けた感じがしたんですけど、ありがとうございます、マイナスイオン出てる感じがします、ね、なんか落ち着きますか落ち着きます、発生期になってますか本当にそのヒプノセラピーを受けに来る方っていうのは、うん、演劇してる方とかって いるんですか、演劇の方はね、表現をしている方ってたまにいらっしゃいます、表現をしている方も、うん、なんか演劇してる方って本当に私もこうなんですけれども、うん、壊れるまでこうなので自分で気づいてない人が多い気がするんですよ、危ないよ今危ないよっていうのを、うん、そうそう、だからセラピーに行くなんて全然もう考えてもいないですよね、きっとそうです、うん、自分がやばいっていうことも分かってないから、だからどうしようもないから、ただもう行くとこまで行きますよね、うん、結構そうですね、うん、私も結構やってるんですけど、こうもう10年演劇10年超えたんですけれども、あ、いくつかは秘密です、はい、もう10年超えたんですけれども、若い頃から一緒にやってる仲間とか今はもう辞めちゃった方もいらっしゃるし、どうなってなんか鬱になっちゃって演劇ができなくなっちゃって今どうなってるのかわからない方もいますしっていう、本当にいろいろ見てきたので、なんか演劇をやってる表現をして何か皆さんに伝えたいっていう人ほど なんかこういう癒しがあった方が私はいいんじゃないかなって今お話を聞いてて思って、うん、そういう講習会とかもやられたりとかされてるんですか、そのこういうのありますよとか。そうですね、うん、講座みたいなのはやってるんです。そうですね、うん、ただ最近恋愛の講座が多いので、恋愛こそ結構演劇人って恋愛めっちゃしてるイメージがあるんですけど、やっぱりその感性が心の感性がというか、やっぱり人を愛してるからこそ出る何かみたいなのとかを、うんうん、あると思うので、いっぱい恋愛していっぱい演技してる感じがするんですけれども。なんかそういう子たちにもなんか伝えたいなって私は今思いました、ボーイズ&ギャルズに伝えたいなと。結構、ね、ブログもやられてるし、フェイスブックもやられてるんだけど、はい、結構ね自分のことを赤裸々に出してますよね。あ、そうです ね、そうなんですね。恋愛もなんか男性加減がどうとかこうとかっていうか、性に関しての、投稿もあるし、そう今日なるべく下の話の単語出さないように気をつけてきたんです。あ、そうなんですね。雨で それ出してきたわねって目で言ったらここまで行きました。いや、でもね、逆に好感度がというか包み隠さないっていうのが本当に好感度が私は今ギュンって上がりました。自分の性のこととか恋愛のこととかって隠してある人ってすごい多いんですよ、うん、特にこういう演劇やってたりとか、なんかいろんな仕事を皆さんと関わる仕事をしてるっていう方はやっぱり嫌がる方が多かったりするんですけれども、言えないこととかやっぱりあるじゃないですか大人になるといろいろあるじゃないですか、ね、なんかちゃんとさらけ出せる強さっていうのを持ってらっしゃるんだなと思って、今なんかもうどん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 好感度が天の上まで上昇していってるんですけれども、私すごいです。ちなみにブログっていうのは定期的に書かれてるんですか。そうですね、毎日書くようにしています。
ちなみにブログを読んで相談しに来ましたって方とか多いですね。まあほとんどですよね。やっぱりそうなんですね。はい、ホームページブログを見ていらっしゃる方が、それ以外に特に宣伝をしていないので、そうなんですね。そうなんです。口コミか、まあ、インターネットでそれを見てくださって、またフェイスブックで見てくださって、でやっぱり自分の問題、心の内を打ち明けるのに相手がどういう人かは分かっておきたいじゃないですか。そうですよね。ね、で今の世の中本当にそれが、ね、すぐこう調べられるからブログとか読んだりするとね。いい時代に、本当にある意味いい時代にはなったなと本当に思ってて、ね、うんうん、だって今この番組でだってもしかしたら私助けを求めてたっていう人がいるかもしれないって思うと、うんうんうん、見てちょうどタイミングよく見ててもらって、ちなみにこれアーカイブでも残りますので、うん、どこかでこう YouTube とかでねふっと見つけて、あ、相談したいなって、助けてって SOS が出せるこのきっかけになれればいいなと思っていて、うん、ちなみにそのコンタクトというのはどのようにそう取れば山本さんとはどう取れば良いのでしょうか。そうですね、まあ、ホームページとかブログに、まあ、メールのさアドレスとか、あとお申し込みフォームみたいのがあるので、そこで送ってもらうと届きます。最近 LINE もね、はい、そうですね、LINE アットで、うんうんうん、こうやってます。公式のその山本さんのがあるんですね。そうですね、はい、皆さん LINE もあるそうですよ。もう LINE みんなね、みんな LINE やってますよね。でも LINE アットだと便利ですよね、よりね。あ、なんか LINE アットっていうのは何だろう、よく お店の広告のチラシとかパッて、なるほどな、送られてきたりするんですね。そこに登録をして、そうすると例えばこういう講習会がありますよとか、そういうのが情報がもらえる。そうです、そうです、メルマガみたいな感じですよね。皆さんすごいですよ、これ今の IT 社会のIT 社会の宝が IT とか言い慣れない人間が IT とか言っちゃってますけれども、いや、じゃあもう皆さん本当に、私ちょっとでもお話を聞いてもらいたいとか、私は今どうしてこうなってるんだろうって方は、全然チャンスがというか、自分を知るチャンスがあるっていうことですよね。そうですね。ホームページにぜひアクセスしていただいて、あ、どういう方なんだろう、もっともっと知りたいなっていう方はブログで赤裸々に書かれているそうなので、ね、はい、私は何より高橋さんと上島さんとつながってらっしゃるっていうのがすごいびっくりしてもう一人いますけど、すごいですね。と結構でもあれですよ、それで話してるとなんか街とか歩いてて電車の中乗ってると、あ、あの人もしかして病んでるわねっていうの分かる。ああ、そういう方いらっしゃいますよね。分かるんですかね。疲れてるなみたいな。お話してると分かるとかあるんですか。うんうん、話したらもっと分かりますね。どうしよう、なんか頭の悪いのとかが私今バレてるんじゃないかとか今すごくドキドキしてるんですけどそれは多分多分ね、ご視聴いただいてる皆さんにもその頭の悪さは伝わってしまってますですけれども、本当に今日ねすごい、なんだろう、このお話いただいたこの一瞬で今私が なぜか癒されてるっていう効果が出てるんですけれども、皆さんなかなか、うん、そういう耳にしないヒプノクリエイターさんという方なんですけれども、ぜひね、興味がある方は全然自分から動いた方が楽になれると思いますので、ぜひぜひ、ね、ホームページと名前は山本沙羅さん、こちらの、そうですね、お名前、はい、こちらの山本沙羅さん載っていらっしゃいますので、山本沙羅ブログとかで多分大丈夫だと思います。検索していただくと、してみてください。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に今日はすごく深く密なお話をねたくさんしていただいたんですけれども、はい、ま、早いこれまですね。山本さんの告知聞きたいですよね。もうここまで来たらもう告知が聞きたいですよね。というわけで告知のコーナーにね行きたいと思います。はい、告知をぜひお願いいたします。はい、ぜひぜひ。私2ヶ月に1回今、はい、自分を鍛えるためにも、はい、セミナーをやっているんですけれども、こういうのですね、
で、まあ、恋愛に関するセミナーが多いんです。で、今回は4月の29、あ、じゃない、4月じゃないよ、9月いっぱいいろんな数字でいっぱい、来年かなって一緒に今月です、9月の24日の日曜日ですねに、午後にお茶の水でセミナーのようなものをやります。で、まあ、恋愛に関してのセミナーなんですけれども、うん、でなんで恋愛ばかりやってるかっていうと、恋愛ってものすごくその人と人のあのつながり方とか、その人の気持ちの心の中にある隠されたものとか闇とか、うん、そういったものがすごく浮き彫りになりやすいものなんですね、うん、なのでこれを通して自分を高めていくということを皆さんにお伝えしたくてやっています。まあ、一応ね、女性限定なんですけれども、うん、本当に楽しくやっていますので、もしご興味のある方いらっしゃいましたら、どうぞこちらにホームページやブログから申し込めるように、今日の夜から募集開始するので、うん、まだちょっと申し込みの方がうまくなってないと思うんですけど、夜から始まりますので、ぜひアクセスしてみてください。よろしくお願いします。ああ、すごい素敵ですね、恋愛の。そうです、皆さんちょっともうすでに興味が湧いている方いっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうか。あ、ちなみに男性の方がお相談にすることも可能でしょうか。そうですね、大丈夫です。お相談に、はい、全然大丈夫だそうなの、はい、男性の方も要相談です、はい、そうですね、時間帯とか日にちとかがちょっと限られてしまう面があるんですけれども、まあ、そこだけですね。はい、わかりました。ぜひね、ちょっとお問い合わせしてみてください、うん、はい、そして高橋さんも、はい、はい、告知があるということで、ございます、はい、前のおなじみですけども、まあ私の生業としております、能楽の方の、告知なんですけども、今月、9月の10日ですね、来週の日曜日になりますけれども、月並みのがまた、あります、序盤にあまり最近やらないんですけど、最近よくやってね、前はあまりやらなかったんですけど、あまり出ないものがあります、うん、松の尾と、松尾と書いて松の尾という、ものがあるんですけど、まあ、これも神様 の, お話なんですが、これ私連れ替えで出させていただきます、しては金森秀俊さん、そして、狂言小ぶりを挟んで、アコギ、ね、愛知県の方の舞台になった話なんですけども、アコギというものがあります、そして、翌その週の末の16日ですね、今度は中堅から若手を中心にした御恩会というものがありまして、それは岩船、のものを、それから、お狂言を挟んで厚森、そして厚森ね、これは有名ですね、平の厚森を題材にしたものです。そして、むつら、これはもう湘南むつらって、湘南の方にむつうらっていうね、地名、そのむつらが舞台になったお話なんですけども、そして、狂言をまた挟んで、まあ、これ曽我兄弟のね、有名な話で、いくつかお能があるんですけど、話が分かれてまして、陽一曽我といって、これはもう完全に敵、父の敵、工藤祐経を、撃つために陽一にかけるというね、曽我兄弟の陽一にかけるという、結構チャンバラがあったりとか、結構動きがあるものなので、面白いのね、結構見る方も面白いと思いますので、16日の御恩会、ね、ぜひこちらの方も見ていただきたいと思います。そして、過去に2回ゲストに出ていただいた、はい、鈴木愛さん、シンガーソングライターの鈴木愛さんです。これ、まあワンマンがですね、はい、今月の24日、はい、文京シビックホール、水戸橋ですね、はい、うどんのすぐ近くにあるんですけども、文京シビックホールの小ホールでですね、9月24日ワンマンで、やります。6時開演ですね、こちらの方も、はい、ぜひ、ちょっとね、笑顔の場所っていうところで、本当に癒される歌を結構ね、お歌いになるシンガーさんなんでね、じゃあね、ぜひ、はしごしていただいてね、はしごしていただいて、はい、ぜひ、シ
水道橋、今月は水道橋月間でございますね。ぜひね、はい、ぜひ癒されてございます、ね、はい、以上でございます。あ、外、それと、はい、僕からでいいですか。はい、お願いします。モノノケエンターテインメントあやか、あやかしの、本公演が、まあ、今月ではないんですけど、はい、10月の末、27日の、金曜日から金、はい、土、日と、5回公演でしたかね。そうですね、タイムスケジュールがございますので、まだあのチラシができておりませんので、あの、はい、あの画像だけちょっと画像になっちゃうんですけど、はい、はい、眠れぬ魔女と、棺のジャックでございますね。ジャックというのは、はい、10月の末というと、ね、ハロウィンのジャックでございます。はい、はい、あの第6回本公演でございまして、はい、10月末なので、かなりね、ハロウィン週の、もうハロウィン週の、そのために私今日これ、自分で塗ってきました。自分で、自分で、自分で、ありがとうございます。なんかちょっと照れちゃった。自分でね、もうそのためにね、今日ね、塗ってきました。はい、あ、眠れぬ魔女と棺のジャックという、はい、今までのあやかしと、なんとなくちょっと、あの、毛色が違う感じがすると思うんですよ、あのタイトルからして。まあ、そうかもしれない。はい、作、演出、出演、私、月城明がやらせていただきます。出演もちょっとだけしますので、はい、あの、ちょっと？ちょっとです、私は。まあ、でも、うん、そんなに、ね、待っても、ね、割といいとこ持っていくかなって、彼女がキャスティングをしてくれるいいキャスティングをいただいております。割といいとこ持っていくかなみたいな、まあ、話としてはまあファンタジーになって話もあるけども、やっぱりちょっとこう、ね、あの対決そうですね、のともあって、あの今回のハロウィンのお話はですね、やっぱりね、あのあやかしの本公演ですので、いつものね、あやかし節もございます。はい、ちょっとね、ダークでブラックなお話も含めつつ、うん、なんとなくもしかしたら私もこうだなって思ってくれる人が今回もいらっしゃるんじゃないかなという、2人の女性のハロウィンの夜の小さなお話でございます。またあと、はい、あれですよね、今回も前回のね、はい、8月20日もそうだったんですけど、はい、今回もね、女の子がいっぱい出てます。女の子いっぱい出ます。どんな告知ですか。タイムスケジュールなんですけれども、10月の27日金曜日がですね、はい、19時半からの公演、1ステージのみでございます。1ステージでございます、はい、10月28日土曜日はですね、14時のステージと、19時のステージがございます、10月29日日曜日は12時、お昼の12時ですね、12時からと、17時からのステージになっております。チケットが前売りで3000円、当日が3300円なんですけれど、会場に来ていただきますとリピート割引の情報が出演者からもらえます。はい、ということで、なんと気持ち悪い感じのマネですね。はい、9月の、あとですね、9月のですね、今月定期朗読会もございまして、定期朗読会は9月28日、木曜日の19時から未来館対面ブックカフェで、やっぱりダークで、ちょっと不思議なお話をやっております。はい、ちょっとね、はい、精神世界にこうグイグイ食い込むような、ね、お話もありますので、そういうちょっとビターで、痛い痛い痛いってお話が好きな方はぜひぜひ来ていただければと思います。はい、そして、次回の星に願いはですね、次回予告でございます。10月の1日日曜日でございます。はい、17時から18時で、ゲストさんはこの眠れぬ魔女と棺のジャック出演者さんでございますので、よろしくお願いいたします。まあ 一部なんですけれども、はい、なんと10月1日はですね、あつこさんのワンマンライブがあると。そうです、はい、ここが終わっ、この番組が終わったらすぐ駆けつけるというね、はい、皆さんね、そういうスケジュールになっているかもしれません。はい、星音顔を見た後は一緒に駆けつけましょう、うん、はいはい、ということで、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。ね、本当に今日はたくさんお話いただけて、本当に癒しと勉強をさせていただきましたので、うん、本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうでしたか、大丈夫でしたか、こんなバーバーって感じの。いや、もういいですよね。本当ですか。楽しく、あ、本当ですか。バーバーっていうのがとてもいいと思います。ここは同窓会の同窓会のね、ちょっとあの癒しの雰囲気がもうものすごい、もうここら辺にこうクローバーがふわーって舞ってる感じのイメージでね、お花がこうポッポ咲いてる感じ、届けさせていただいたんですけれども、ぜひあのまたぜひぜひ機会がありましたらお話を聞かせていただけましたら、はい、ぜひよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ね、皆さんも本当に今日は、ね、癒されましたでしょでしょ。本当に興味ある方はあのアクセスできますので、うん、ぜひぜひあの一人でなんかで悩んでるときは
ぜひ助けを求めてみてください。ちょっと私もなんかあのいろいろ聞いてみようかなってすごい今ざわざわしております、うん、気になりますよね。気になります、うん、はい、本当に皆さん今日も1時間ご視聴もうあっという間でしたけれども、誠にありがとうございました。ありがとうございました。では次回も10月1日見てね。バイバイ。ありがとうございます。